阿蘇山。阿蘇山は日本の九州中央部、熊本県阿蘇地方に位置する活火山。外林山と数個の中央加工級からなり、外林山は南北 25km、東西 18km に及び、屈舎路湖に次いで日本では第2位、赤 380km の広大なカルデラ地形、鍋型を形成する。2007年、 日本の地質百選に阿蘇として選定された。2009年、平成21年10月には、カルデラ内外の地域が巨大噴火の歴史と生きた、加工を体感できる阿蘇ジオパークとして、日本ジオパー、世界ジオパークに認定されている。日本百名山の一座としても取り上げられている。阿蘇山は、世界でも有数の大型カルデラと、雄大な外輪山を持ち、 火の国熊本県のシンボル的な存在として親しまれている。火山活動が平穏な時期には火口に近づいて見学できるが、活動が活発化したり、有毒ガスが発生した場合は、火口付近の立ち入りが規制される。阿蘇山のカルデラ内部にできた中央火口球群のうち、その中核をなしほぼ東西に一列に並ぶ猫だけ、高だけ、中だけ、木島だけ、 えぼしの御法を、阿蘇御学と呼ぶ。北側の阿蘇谷方面から阿蘇御岳を見た姿は、釈迦が寝ている姿イコール寝半蔵に似ていると言われており、名物の雲海かいで岳が、雲間から浮かんでいる姿は特に好まれている。阿蘇御岳の中央に位置する、噴火口のある山が、中岳、最高峰が高岳、ギザギザの山が猫岳である。各山の山頂付近は、 九十連山や雲仙と並ぶ宮山霧島の一大群生地となっており、最盛期には南里屋から烏星岳の斜面がピンクに染まる山肌を見ることができる。猫岳は地層調査によって他の山より古くからある山であることが分かり、カルデラ形成前からあったものであると推定されている。阿蘇山の南麓には名水として知られる白川水源がある。阿蘇山は 外輪山の内側を中心として、阿生中国立公園に指定されており、温泉や観光、レジャースポットが点在する有数の観光エリアとなっている。夏になると多くのライダーがツーリングに訪れる。噴火時の災害対策として、中岳加工周辺には大比号が9つ建てられている。最高峰の高岳1592.3メートルをはじめとする。 中岳、1506メートル、猫岳市、1408メートル、エボシ岳、1337メートル、木島岳、1270メートルの阿蘇号岳のほか、王城岳、1235メートルなどを含む1000メートル級の山が連なる。江ボシ岳山頂には一等三角点、西江ボシ岳、高岳山頂には三等三角点、高岳、 猫岳山頂東側の尾根には二等三角点、猫岳が設置されている。阿蘇山は、競技にその中央加工球群である、猫岳、高岳、中岳、江ボ岳、岸間岳の五方の総称を指すこともある。最高地点は、高額の1592メートルで、被国に、被五国の語呂合わせで覚えられる。中岳の加工は、現在も、 噴煙を上げ続け時々噴火する活火山で、河口西側まで道路、阿蘇山公園道路が通じている。阿蘇カルデラは、30万年前マイナス9万年前に、発生した4回の巨大カルデラ噴火により、形成されたカルデラ地形である。その大きさは日本で2番目で、1位は北海道の屈舎路カルデラである。また3位は、鹿児島県の桜島の北にある。 アイラカルデラである。アソ山は、河口湖も海もなく、カルデラの中に立って、周囲の外林山を見渡すことができる。カルデラを取り囲む、外林山もアソ火山に含まれ、東西約1 8トル、南北約2 5トルに及ぶ。カルデラを見下ろす、体観砲などは、カルデラ噴火前の火山活動による溶岩と、カルデラ噴火よる火砕流堆積物、 溶血業海岸で構成された山である。カルデラ盆地は中央加口級によって南北に二分され、北は阿蘇谷、南は南里屋と呼ばれる。阿蘇谷は阿蘇市に、南里屋は阿蘇郡高森町及び南阿蘇村に属する。阿蘇谷には熊本と大分を結ぶ JR 法比本線が通り、その縦の駅から分岐する第三セクター、南阿蘇鉄道が、 南郷谷を走っている。カルデラ内は、湧き水が豊富で平坦な地形が続いているため、農業生産に適しており、古くから人が住み集落を形成していた。七世紀の中国の歴史書、随所にも、阿蘇山の名が見え、火を吹き上げる山として知られていた。九万年前の巨大カルデラ噴火による、噴出物は 384km どれい、見かけ体積キロメートル。 ほぼ、富士山の山体全部の大きさに達し、火災流は九州の半分を追ったと推定されている。特に厚く堆積した地域では、火災流大地となって残っている。この大地は九州中央部に広く分布し、緩やかに波打つ平原を形作っている。周辺自治体の熊本県高森町東南部、熊本県山和町北部一帯のほか、隣県の宮崎県五ヶ瀬町北部や、 道県西臼杵郡高地方町、大分県武田市などもその中に入る。平野部と同じく太平洋側気候だが、西岸海洋性気候、CFB に属し、阿蘇市街地などの大部分は温暖湿潤気候、おおむね北海道道南から東北地方北部にかけての太平洋沿岸の気候に似ており、柿霊量、陶器玄関である。中岳西側の阿蘇山城、 路上の標高線1 4 2 3メートル、北緯32度52.8、東計131度4.4では1931年11月から地上気象観測が行われてきた。1939年11月には阿蘇、山速報所となったが2009年10月に速報所は廃止された。以後は阿蘇山特別地域気象観測所として、 自動観測が行われていたが、2017年12月11日14時をもって観測所は廃止れた。年間平均気温は、摂氏9.9度で、九州の他地域と比べると大幅に低く、東北地方の大半の都市と比較しても低い値となっている。降水量は、年間降水量で3206.2ミ、mm、リメートルと、大変多く、 特に6月から7月にかけての梅雨の時期は、土砂降りの大雨が続き、その豊富な雨水は大地を潤し、県の地下水資源ともなっている。冬の訪れは、九州としては、かなり早く、11月初頭から中旬頃にかけて、初雪を観測し、12月以降は、本格的な冬となる。真冬になると気温は低く、摂氏10度未満の日も珍しくなく、 強い冬型の気圧配置になった場合は、山頂は低く、摂氏15度程度まで低下する。最高気温摂氏0度以下の真冬日は26日程度である。ただし、中国地方伊東の山とは異なり寝雪とはならず、近年では、積雪は多くても100センチメートルを超えることはなく、豪雪地帯には指定されていない。春の訪れも、九州としては遅く、四月に入っても、 降雪や積雪を観測することがある。夏は標高が1000メートル以上と高いため、これまで真夏日や猛暑日を観測したことは観測史上一度もない。最高気温の記録は2016年8月11日に観測された摂氏29.8度。また、避暑地としても利用できる。朝は最低気温が成果でも摂氏20度未満となる日が多いが、 接氏15度未満となる日は少ない。約600万年前から35万年前の活動が報告されている。しかしそのほとんどの活動は約85万年前より新しい活動による。一方、過去1万年間に活動した火山と噴出物は、蛇のオスコリア級、赤水溶岩、木島だけ約四千年前と、王城だけ約三千六百年前、ベーズか、 約3300年前と中岳などである。活動の様式から、カルデラ形成以前の先カルデラ火山活動期の、先阿蘇火山群、カルデラ噴火を繰り返す、カルデラ形成期、カルデラ噴火以降の中央加工級群の活動が、中心となった後カルデラ火山活気と三つに分けられる。なお、爆発的噴火が特徴であり、高野羽溶岩等を生み出すことができるが、 溶岩流を流出させる活動は少ない。30万年以上前に、現在の外輪山などを形成した、火山群の比較的小規模の活動があった。阿蘇カルデラ外輪山北西部にある、倉武市、ム虫山はこの先阿蘇火山群の一つである。なお、これらの火山群は、カルデラの下に埋没している。先阿蘇火山岩類の最後の活動とされる、 坂梨流門四45から40万年前から、約20から10万年間の旧式を挟んで、阿蘇火山が活動を開始した。なお旧式にも土壌には噴火したスコリアが挟まれる。ことから何らかの火山活動はあったと考えられるが、詳細は不明である。約27万年前から9万年前までに、大規模な噴火が4回、阿蘇マイナス1から4あった。 大量の火山歴や火山灰を噴出したため、広範囲に火砕流を到達させ河口の周囲に火砕流大地と巨大な窪地、カルデラが形された。アソマイナス1から4いずれも噴出物の全岩化学組成が、傾聴室から区鉄室へと変化する堆積物を有している。その中でも4回目の噴火であるアソマイナス4。 約9万年前は、最も規模が大きく噴出量は、約600立方キロメートルを超えており、火災流は、九州中央部を覆い一部は海を越え、山口県秋吉台まで達し、火山灰は、日本海海底、北海道まで達した。朝鮮半島でも確認されている。約9万年前に起きたこの噴火は、ウルトラプリニー式噴火、破局噴火であったといえる。アソサンテフラ。 アソヨンテフラの火山灰でできた地層を見つければ年代を特定でき、植物学、考古学など様々な研究分野で重要な指標体積物として使われている。中央加工球群の高岳、中岳、エボシ岳、岸間岳は前述4回目の巨大カルデラ噴火後に活動した火山。中学は現在でも活発な活動している。 猫コタは4回目の巨大カルデラ噴火よりも古いと推定されている。あとカルデラ火山の活動を研究した長尾から2004は活動をいくつかのステージに分類した。主に中岳を中心に6世紀頃から頻繁な活動が記録されており、日常的に土砂噴出、灼熱現象、噴火が観測されている。記録に残る顕著な活動は、 以下の通りである。噴火時の災害対策として、大比号が中岳河口の 1km 圏内に13箇所建てられている。大比号は鉄筋コンクリートで頑丈にできており、一つにつき30人収容可能である。大比号の耐久性は、1989年10月に起きた噴火で多数の噴石が降り注いだが、壊れていないほど丈夫なことが明かされている。 福岡管区気象台は2007年12月より噴火警戒レベルを導入。中岳の第一火口は常時 TV モニターで監視されている。平成19年4月以降は火山性、ガス濃度が常時測定され、ガスの濃度により警報が発せられる。危険濃度になった場合、観光目的での火口周囲への立ち入りが制限される。なお、 麻生山における噴火警戒レベルは他の火山と異なり、火口が灼熱していても噴火があまり発生しないからレベル1と評価されている。2017年12月13日、広島県の住民らが四国電力一方原子力発電所3号機の運転差し止めを求めた仮処分申請の即時、広告審にて、広島高等裁判所は、 原子力発電所から約 130km 離れた阿蘇山の9万年前噴火規模を指摘し、噴火の危険性を理由に発電所の運転差し止めを決定した。一方、ほぼ同距離にある九州電力限界原子力発電所3号機、4号機について佐賀県の住民らが運転差し止めを求めた仮処分申請では、2018年3月20日、佐賀地方裁判所は、 阿蘇山の地下に大規模なマグマだまりはないとして、破局的噴火を否定、申し立てを却下している。最近では、アジア方面の国からの観光客が増えている。以前は河口まで自家用車で乗り入れることはできなかったが、最近駐車場が整備され、河口まで徒歩1分というところまで自家用車で行くことが来る。また、ロープウェイも整備されている。山麓には、複数のキャンプ場もあり、 草地里では乗馬も行われている。特に草地里、草千里ヶ浜は、風地景観が良く、近代史にも謳われており、国の名称及び天然記念物に指定されている。阿蘇を撮影した写真は、撮影しやすい阿蘇谷から見たものが多いが、朝日の場合、逆光となるので、南里屋から撮影する方が、白飛びがなく絵は綺麗である。阿蘇山は巨大な火山ゆえに、 その周辺は、たくさんの温泉に恵まれている。阿蘇九十国立公園に属し、カルデラ内には、阿蘇内巻温泉や阿蘇積水温泉の温泉街があり、江ボシ岳周辺には、水玉温泉や地獄温泉などの一軒宿がある。外林三北の南小国町には、黒川温泉、ハゲノ湯温泉などのたくさんの温泉が湧き出しており、国民保養温泉地にも指定されている。 高岳、中岳、烏星岳、シだけキシュマ間岳、そして末っ子の猫岳は、誰が一番早く高くなれるか競っていた。結果、猫岳が、長男の高岳さえも追い抜いて一番高くなった。しかし、それは王たちに、阿蘇の国で自由に暴れさせる代わりに、竹田から土を運んで、自分の頭に積ませたからだった。これを知った。 阿蘇大明神は激怒し、猫だけの頭をピシャリピシャリと何度も叩いた。そのおかげで猫だけの頭はギザギザになってしまった。日後国の猫は7歳になると猫だけへ修行に来るという。そして人に化けて迷った旅人をおびき寄せ、宿で散々振る舞った後、寝ている隙に食べるとされている。アニメ。 漫画日本昔話で紹介された時捕獲魔元の昔話などに秀才されていた遺伝では、入ると猫に変わってしまう温泉に誘導して入らせて、旅人を猫に変えてしまうとされる。ある旅人がこの猫の宿に迷い込んだ際、昔大事に可愛がっていた猫が女中として働いており、九州への恩義から危険を知らせ、旅人を夜中にこっそり逃がすが、気づいた猫たちが、 温泉の湯を入れた桶と秘釈を持って追いかけてきて、後ろから旅人にお湯をかけて猫に変えようとする。なんとか、ふもとに人里まで逃げ切るが、その前に耳の後ろにだけお湯が少しかかってしまい、助かったもののその部分だけ猫の毛が生えてしまった、という話である。大昔の阿蘇は外輪山に切れ目がなく、その中には、 水が溜まって、広大なカルデラ湖になっていた。県はお流命、竹は立つのこと、阿蘇大明神はこの水をなくして、田畑を作ろうと考えた。そこで、外輪山の一部を蹴破ることにした。一度目に挑戦した場所はなかなか蹴破れない。というのもその場所は、山が二重になっているからで、以後、二重の峠と呼ばれるようになった。別の場所で再挑戦すると、 今度は見事に蹴破ることができた。しかし、その弾みで、剣岩尾竜は尻餅をついてしまって、立てぬ、と叫んだ。以後その場所は、盾野と呼ばれるようになった。蹴破った場所からは大量の水が流れ出した木となり、数匹の鹿も流されたことから、以後、数鹿流、すがるが、滝と呼ばれるようになった。湖水が引いてくるとそこから、巨大なナマズが現れた。 ナマズが湖水をせき止めていたため、県岩尾流は、太刀でナマズを切り、ようやく湖水は流れ去ったという。また、カルデラ湖にいたナマズが流れ着いた場所が、現在の鹿島町のナマズという地名になっているとも、言われている。米塚は、草地里下にある、約百メートルほどの金星の採れた小山、火災球である。伝説では、流命が収穫した米を積み上げて作ったと、 され、貧しい人たちに米を分け与えたことで頂上に、くぼみができたとされている。国の名称及び天然記念物に指定されている。熊本地震、2016年により、山頂の河公園などに亀裂が生じた。阿蘇石摘石の地名の語源でもある、的石は、北外林山の麓にある石で、その昔阿蘇神社の祭神である、県岩尾流井の地、阿蘇大明神が、 阿蘇ぼ竹の外れにある王城岳、王城岳は小竹に含まれないからの稽古をする。時に敵にしたという伝説からこの名が付けられている。ちなみに、王城岳山頂から、的石までは、約7キロメートルほどの距離となっている。また、王城岳から、的石までいられた矢は、県岩尾流命の従者で、鬼八という足の速い男が、王城岳から、 マトイシまで走って取りに危険岩尾流命に渡していた。十九回目までは鬼八もマトイシと王城だけを往復して矢を運んでいたが、百回目に疲れて、マトイシから王城だけめがけ矢を投げ返した。その矢がたまたま県岩尾流命の桃に当たり、それに腹を立てた。県岩尾流命は鬼八を成敗しようとしておった。鬼八は、阿蘇中を逃げ回り、さらに、 阿蘇の外まで逃げ、そこで一息ついて八海兵を切ったと言われその場所の地名である矢部の語源になっと言われる。その後も鬼八は、剣岩尾流命に追われ、ついには捕らえられ、首を跳ねられたが、不思議なことに首を跳ねても跳ねてもすぐに首は元通りにくっつく。腕や足を跳ねてみたが、やはりすぐに元通りとなる。そこで、剣岩尾流命は鬼八の体をバラバラに切り、 それぞれを離れた場所に埋めた。そうするともう鬼八は、蘇ることがなくなったという。しかしその後、鬼八の怨念は、阿蘇の地に早地を降らせるようになり、稲に大きな被害が出るようになった。そこで、県岩尾流命は、薬院丸という場所に、下宮と名付けた社を立てき八の怨霊を沈めたとい。現在でも下宮神社では、 幼い女子が59日間家を絶やさずおこもりをするという神事が残っている。また、高千穂にも鬼八伝説が残っている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。